今普通は多分手の方が内側に力を入れることが多いんですけど、ガストンっていう外側に力を入れる、なんかすごい筋肉使いづらいような持ち方したいなと思って、僕もどっちかっていうと苦手なんですけど、君の動き見てみたいなって感じで作ってます。ないですか？多分僕できないと思うんですけど、頑張ってみます。めっちゃ難しいですね。多分俺のやつやばい。俺のやつやばい。やばいのしかない。絶対やばい。やばいのできちゃった。やばいのできたの。多分できない普通に。さっきよりちょっと難しいね。いや、むずいです、むずいです。多分さっきより 2,3 倍むずいです。2,3 段はある、絶対に。いや、2段かな、分かんない。歩くしとけって。はい、OK です。行きました。 OK、 俺の行く、はい、マジやばいです。こっちから行く。どっちのやばさ知らんけど、スタートこの2つです。白とピンク、はい、足が考えてなかった。一緒、黒。はい。で、白を。おお。あとこれもあります。はい。で、あのガスの一回しまってる。で、あのスプーンカットのサイドアンダーみたいなで。え、白。はい。上ね。はい。このまま。これやばい。で、紫で足がここの白左で。うん。で、あの茶色棒の青棒で。やばいじゃん。やばいですね。できんのかな。できそうではある。俺のやつよりはできそう。そんなうまいんかな。やばいな。またつなげんのがしんどそうですよね。そうね。ゴールドリーがやべえ。しかも悩んでたんですけど、まあいけるかな。まあいけなくは確かになさそう。紫の持ち感わかんないんで、とりあえず。両手で引くのはちょっとやりづらいかも。あ、ホールドはいいですね。青はめちゃかば。届けば。そうです。あと足ちょっと高いし。わ、結構遠いっす。左足広場で上がればいけるかなみたいなイメージだったんですけど、それがね、全く持ってない。ガスの下は合ってる。下はなんかどっちでもいいかなって思った。右足でなんかタイパーコンビネーションみたいな。あ、そういうこと。でもいけるかな。あんた右手で入れるかなと。あ、こっちですか。うん、確かに。の方が後々楽。そうですね。何それ。
え、どれですか。何それ。え、なんか俺はそんな動きしなかったから、まあ、あと思いつかなかったですね、全然。どうやった待ちしながら行ったんですか。はい、まあ、サイファーの戻した時に待ちして、そんな動きやったことない。結構やるんですよ。気持ちよくないです。足上げがきついこれ。直接蒸らすといけんじゃねえと思った。あー確かに白も出せバラッとすぐできたりするんですけど、下からつなげると落ちたりすることが多い課題です。じゃあ来てるよ、頑張れ。あもうできてる。いった。紫直接行った方がいいですね。あんな一回も持ってないや。そうですね、こう何回もトライできなくなってます。あとなんかこう自分たちで作る課題ってその何級とかグレードついてないじゃないですか。なんでなんだろうな、思ってたより体に負担がかかってるんで、多分想像してるよりトライ過ぎちゃって、それで既存課題やるより疲れちゃいますね。マジで仲良いな。嬉しい。プライドは結構やっぱり食べる人もない。なんかもう完全に言語化できる人が全く何言ってるか分かんない人なんで近いと思う。天才型と理論型みたいな。多分そういう感じだと思う。天才型ってあんまりいなくね。なんだ、多分その人の中では分かるけどみたいな。それはみんなあるし、俺もたまに時計何言ってるか分かんない。え、結構僕トマ君がそれだと思うんですよ。感覚が違いすぎるなと思って。そう、トマ君とめっちゃ合うけど。カイ君のメダルの強さを知らない。一番はやっぱ指が、うん、こういうところもね、なんか右手とかすごい小さく持ちづらいんですけど、なんか僕は右足でいくと右手の負担がすごく強くて入れなかったんですよ。カイ君は右足のままでも片手だけで入れちゃって指が強くて、でも指が強いってことは姿勢はぶれないんですよ。そこが一番強いと思います。すごい綺麗に乗る。なんかライングってもともと外の岩場から始まってるんですけど、やっぱ細かいの持つんで肩に力が入っちゃって肩上がりがちなんですよ。それだと大きい筋肉が使えてないんで、っていうので高い人はできるだけ肩を落とそうとライングするんですけど、それが指も強い分、負けないでずっと強くいられてます。最初はそういうところにずっと肩落ちて本当に強いな。いや、それはいや、あの足上げがいいやつ。いいか。はい。あ、そう、クッキングだ。これ最高のやばいから、これスタートで、はい、これ、はい、でこれ、はい、でこれ、はい、でこの青手が足ある、はい、でこいつと、え、はい、紫、やばで、
白のあの三角形の、はい、黒パー、うん、で、あの白のでっかいヒレ、はい、で、黄色ボール、え、持て足とかないんですよね。ない、やばいっすよ、やばやばいっすよそれまず紫から三角形もやばいし、ここもやばいし、意外とできるんじゃないって思えてきた。どうなんだろう、ここがやばいですよね、やっぱ。わかるか、楽しくなってきて、これ俺2人が限界やわ、セッションする。ちょっと自分のタイミングでトライできなくなりますよね。しかもマジ楽しくなっちゃって、そっちに振り切れちゃう、うん、4人とか結構きついんですけど、代表でさ、海外行くの、はい、楽しくなっちゃってさ、分かるな、分かんねんな、登りすぎて、大会前の指から全然なくなりそうになるから、マジでやばい。大会前とかできるだけ一緒にいないようにしますもん。それな、登りすぎちゃうんで、一人でいないと。ナイスナイス、頑張れ。意外とできるってやっぱり、意外と確かにね。てかあの白が1個目の白勝ちが思ってるよかった。あー肩つら、課題のポイントまだ分かんない上がもしかしたら思ったより悪いかもしれないけど、頑張れ。なんか最後の最後むずいよ。そうですよね、こう入っちゃってから足が抜けるから。あと何回ですか。マジっすか。まだ1回しかやってねえの。じゃあ2回にする。僕らが1回多くやってるんで。はい。それじゃ足上がんないな。違うし、サイファーでガス逃げるってことだ。やばそう。なんで耐えれたのかわかんないですけど、めちゃめちゃ綺麗な足に描いてたまたま寄ってきました。やっぱり指川、あー肩頑張った。ラストですね、頑張ってください。
ちょっと上見て。できるの？そっちか。見て。猫パンした。した。それ通りだな。はい。疲れた。はい、今日は、まあ、普通にドヒケイと、まあ、普段通りにセッションやってる動画になったと思います、まあ、よくなんかどういう練習してるんですかとか聞かれるんですけど、今日のは1週間あるうちのまあ1回やるかぐらいの、まあ、練習内容ですね、まあ、なんかたまたまこう会ったりした時とかに、まあ、こうしてセッションしたりとか、まあ、約束してやったりとかする感じで、頻度自体は僕はそんなに多くないんですけど、まあこうやってセッションやることで、まあ、分かることもあるし、得られるものはすごい大きいと思います。なはいどうでしたか、セッションは。そうですね、やっぱり普段よく登る人とか逆にあんまり登らない人とかいると思うんですけど、いろんな人とセッションすることでやっぱりいろんなことが見えてくるので、自分に足りないところだったり得意なところだったり、そういうのの発見っていう意味では一個のいいツールかなと思います。2人とセッションするんですか？え？僕とセッション俺らとセッションするにはどうすればいい？まず上手くなることどうなんだろう。僕とか普通にこういうジムだと普通に登ってる分にはそんな強くないんで、プロジェクトとか行ったらお客さんとセッションできたりしますね。あ、確かに、まあ、全然、話しかけてもらえれば。したかったら話しかけてください。ピリピリしてる時じゃなければ全然大丈夫だと思います。ピリピリしてるかわかんないけど、もう大会前とかもう多分パッと見で明らかにイライラしてるんで、そういう時じゃなければ。じゃあ、お見事で見つけた時はもしセッションしたければ気軽に声かけてもらって。絶対かけづらいですけどね、これは。かける人の勇気はすごい。ってな感じで今日の動画は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。